こんにちは、本日はこれから晩ご飯どこに行こうか。とりあえず駅周辺まで車を走らせたいと思います。久留米のラーメン店に来ました。ラーメン以外にもおでんも美味しそう。ここのお店は煮干し豚骨ラーメンが人気ということで注文してみることにしました。プラス330円で唐揚げセットにしました。ご飯と唐揚げがついてきました。思ったよりもがっつりとしたセット。焼き飯は友人のセット、こちらも同じ料金。メインのラーメンが届きました。それではいただきます。スープはあっさりしており透き通っていました。臭みがあるのかなと思ってましたが全然なく食べやすい。唐揚げは口いっぱいの大きさ、食べ応えあります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。美味しそうって思ってくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムでこれまで取り上げたお店の写真をまとめていますので、よかったらフォローよろしくお願いします。